ヘメエンテはオランダの基礎自治体のことである。ヘメエンテ分割図オランダは12の行政区分である州に分割されており、州はさらに443のヘメエンテに分割されている。ヘメエンテは最小の自治体単位であり、人口の多少に関わらず同格である。日本のように市町村といった区分はない。なお、ヘメエンテはさらに地区に分けられるが、これらに 自治権は存在しない。ヘメンテの最高機関は議会である。ここが立法だけでなく行政も担う。この点はイギリスの地方議会に類似する。議員数はアムステルダムで45人だが最小のヘメンテにおいては9人とされる。行政まで担う議会には主張が置かれる。主張は公選によらず各州の弁務官、知事の推薦により国王が任命する。 日本の行政と最も異なる点は警察の諸葛である。自治体警察は人口2万5000人以上のヘメンテないし連合でないと諸葛できない。この場合、国家警察の諸葛となる。一方、財政構造は国庫助成金に依存している。様々な面におき、ヘメンテはオランダの中央集権体制を象徴する。なお、 警察や消防防災に関しては本土を25の区域に分割した治安防災広域行政区域を採用している。本土のすべてのヘメンテはこの広域行政区域の一つに属し、区域内の他のヘメンテと共同して警察や消防防災の事務を執行している。大規模なヘメンテであるアムステルダムやロッテルダムはデールヘメンテに細分化され、 それぞれのデールヘメンテに一部自治権が移譲されている。日本の政令指定都市の行政区のような位置づけであるが、オランダでは区長、区議会議員の選挙があることなど自治権が広範に認められている。アムステルダムのデールヘメンテは特にスタッツデールと呼ばれている。オランダのヘメンテを日本語で言うとき、大規模な人口を有するヘメンテの地区を便宜上し、中規模な地区を 町、小規模な地区を村と翻訳することがあるが、行政上このような区別は存在していない。また、デールヘメンテは、前説の理由から区と翻訳されることが多い。ありがとうございます。